ちは。こんにちは。さあ、オールスター2019も、はい、もう始まりますけれども、うん、まあ、ゆたかさん、今までオールスター、まあ、現役の時、うん、何度ぐらい出場されたか。8回。おー、これはすごいっすよね。8回はすごい。MVP。はい。おお。それはこうなりますよ、それは。前のやつもつなぐつなぐつなぐと思うよ。吉彦さんだったんだけど、ボン出して、はい、チャンスが回ってきて、はい、当時日本ハムの角っていうピッチャーから2点タイムリー、はい、2-0で勝ったから。決勝だってことですね。決勝。じゃあ車をいただき。え、車いただくんですっけ？当時はね。すごいっすね。何いただいたんですか？確かに。ピアッツァっていう。ピアッツァ。なんかかっこいい感があるな、顔に。いや、俺知らねえよみたいな。ピアッツァっていう車があったんだよ。ミニ四駆ミニ四駆っていう。車はすごいですからね、車自体もらえるっていうのは。なんかそう、がっかり。いや、がっかりはしてないですよ。あの、ピンとこなかったんですよ、ピアッツァ。わかんなかった。ピアッツァに対して。いや、すごい。8回出て、まあ、その中だから、もうオールスターでも、いろんな、もう、記録がね、記録もあるわけじゃないですか。これも一つの記録かもわかんないけど、阪神甲子園球場で、3対4でセ・リーグが負けたんだよ。ピッチャー東を、バッター高木豊が、ツーアウトから繋いだんだよ。フォアボールで、はい、そしたら阪神甲子園球場大声援の中、掛布雅之、うわー、掛布、掛布、はい、これ一打逆転サヨナラじゃん、掛布、はい、牽制だと思って、はい、マジっすか。もう俺ね、甲子園球場出るのに3時間ぐらい待ったの。俺絶対殺されると思った。やば、それはやらかしましたね。俺は東尾さんが牽制がうまいんだ。多くだと思うんだよ。あー、なるほど。ギリギリのね。で、手から帰ったら、こうファーストベースがあって、ブーマーの足がここに入ったんだ。はいはい。ブーマーお前ベースより足がでかいんじゃないかっていうぐらいでかかったから届かないわけよ。アウト。足に行ったってことですね。お前審判もさ、セーブにせえよって。そこで夢切るなよ。いやー、それ俺が悪いよ。俺が悪いんだけど、演出としたらそうじゃん。見たかったですよね。で、一塁コーチャーボックスに当時監督の、我々の監督の関根さんがいたんです。関根監督、はい。一言、お前何やってんだよ。いや、分かってますよ。俺だってやりたい、穴掘ってくれるんだから。そうっすよね。もうね、さらし込みにしてほしい。まあまあ、そういうのも一つの記録かもな。まあ、ウルタのね、サイクルヒット、あー、ありましたね。あったけど、やっぱり一番すごいのは、エナスさんの9連続じゃない。いやー、もう三振も塗り替えられないですか。無理っすよ。いや、塗り替えられないっていうか、はい、それがマックスだから、記録と。まあ、そうですね。3イニングしか投げられない。まあ、3イニングしか投げられないんです。いや、それでキャッチャーフライが上がったんだよ。で、田淵さんに、はい、エナスさんが一言、はい、取るなーって。で、ファールにして、三振を取った。いやー、そこもまたすごいっすよね。ドラマがちょっとあるというか。お遊びじゃない。もう自分の力を日本中に知らしめたという。それに迫ったのが江川さんの8連続。ありましたね。俺はね、その時中日球場で、名古屋球場で、名古屋球場ですね、先発じゃなかったんだよね。で、ベンチにいた。おお。で、応援してた。当初江川さん2イニングの予定だった。欲がない人だから分かるでしょ。あって、うん、欲がない、いい意味ですね。あのままの感じですよ、テレビで見る。おい、スグル、先輩たちにね、スグル、お前三振取ってこいよとか言って、ああ、まあできればとか言う。またそんな感じでマウンド上がったら、いいそうですね。6連続いったでしょ。6連続いったの。で、ベンチに帰ってきて、もう交代ですよねみたいな。いやいやいや、あと3人で行くでしょ。そうですよね。いや、そりゃ行くでしょ。もう一人行けるか。もういいですみたいな。いや、それがすごいっすね。いや、かっこいいか。なんか、あんまり記録に、お前言ってよみたいな。記録にこだわってない感じね。こだわってない感じが、ガツガツしてないという。その前、江川さん、行きましょうよと。そうかって言ったら、じゃあマウンドに行って、8個まで行ったでしょ。はい。最後、情けないのが、大石大二郎っていう、まあ、俺の同級生の、同い年なんで。カーブちょこんと当てられて、セカンドゴロで8連続になったんだよ。大石さん的にはあれですかね。いや、大石もフルスイングしろよとか思ったけど、でもまあ屈辱だよね、自分がスタートの時
絶対最後のバッターって残るわけだから。そうですね。そうですね。はい、それで江川さんに、はい、なんでカーブなんですか。ああ、はいはいはい。スイッチャーよって言ったら、悔いを残してた。やっぱそうだよなって。あ、お、え、行かないって言った人が色気持ってんじゃんみたいな。いや、狙ってんじゃんみたいな。あ、まあまあ、やっぱかかるとこですもんね。そこまで行ったら、ね、そうなりますよね。でも江川さん聞いたら、カーブは低めにボールにしといてまっすぐで行きたかったら、あ、なるほど。それがやっぱり、ね、浮いたらしい。それは当てられたって悔いが出ますかね、今回。この時代、今後やれ、やれ、どうですか、伊沢さん、なんかこのピッチャーならやれるかもみたいな。千賀だったらやれるわ。あ、そうだ、千賀だったらありえるよ、はい、でもみんな当てるのうまいからな、今はそうですね、打撃の方もバッターが、あー、あー、痛いですけど、ね、いやでもそれ夢ありますけどね、今のこの時代でそれを迫るような記録が9連続な、はい、いや問題、9連続やられたらやっぱショックだぞ。いやもうね、プライドがありますからね、そこね、オールスターとはいえ、いや、平場のゲームでノーヒットランでもショックなの。いや、もうもちろんそうっすよね。でも、前剣の時は2回から予想したっつうの。言ってましたね。これはテニス。早いっすよ、2回は。いやいや、2回、これは絶対やらない。念じたみたいな感じで、こっちが逆に。多分やられる。俺の予想は当たるみたいな。いや、だけど、まあやっぱりオールスターってさ、はい、今はなんかお祭りみたいになってるけど、はい、なんかその選手の特徴、うん、そういうのを出してほしいな。まあ、千賀だったらまっすぐで押し切るとかさ、はい、まあお化けフォークもあるけど、はい、まあ、どのぐらい生きるのかとかさ、で山川がどのぐらい飛ばせるのかとかさ、そうですね、なんかセリフの選手が出てこねえな、うん、そうなんですよ。何が売りが、いいっすか、まあ、ないですね。いやいや、いいことだよ。ちょっと小粒だよな、そういう意味で、特徴という意味で、ね、中日の選手に関してはもうファン投票で選ばれてないですもう何年、も何年もでしょう、何年もっすね、多分あの前回松坂さんが選ばれたんです。あ、そういうことか。そうです、そうです。でもそれ以来今回もビシエド選手の一塁で2位が最高なんですよ。高橋周平選手でも3位なんですよ。誰も、え、なんで誰が対抗にサードですか、村上。あ、村上だ。そうだ、そうだ。なんか目立ってこないよな、中日って。たださ、なんかオールスターをきっかけに明ける時代、井上さんと山本浩二さんがあの活躍をして、そこから一気にチームが不安気になって優勝がさらっとという、はいはい、オールスターで活躍した選手っていうのは割と後半戦もいいと思うよ。なるほど。まあ周平は出るよ、あの監督数じゃ。いや、絶対出ますよね。それは出るでしょ。でも優勝はないか。中日っすか。いやー、混戦っすよ、セリーも。いや、そうですね。わかんないっすよ、まだ。柳投手もいいっすから。うん。最多勝っすよ、今。8勝。でもさ、昔はな、オールスターって言ったら、俺らの時代ってジャイアンツの選手ばっかりだったんだよ、はい、人気投票って。まあ、まあ、ジャイアンツやっぱ偏ってましたよね、昔は。で、2人ぐらい、他のチームがポンポンと入るぐらいの、はいはいはい。もうそんなレベルだから。でもそこに豊さん入ってますよ。俺はショートでファン投票で1回入った。あ、じゃあすごいっすよ。いや、それ名誉だよ、本当に、当時からすると。で、日本ハムがなんか組織票かなんか作った、あの入れたんだよ。はい、全員日本ハムの選手になっちゃったの。マジか。辞退して。なんで数年。やりすぎて。やりすぎて。すみませんって言ったのか。わかりやすすぎますね。だって、到底出れるような成績じゃない人が、やっぱファン投票で選ばれてるし、明らかにこっちの方が人気あるだろうっていう選手が落ちてるんだ。選手的にはちょっときついっすよね。もらってんだよ。いや、選ばれた選手もかわいそうだよね。いやー、まあそこで。まあそういう時代を経て、今はなんか、すごく平均的になったね。そうですね。試合数も減りましたよね。昔、あのオールスターの。3試合3試合でしたね、昔は。今は2試合。今2試合ですね。3試合の時長いっすね、ちょっと。連戦して1日空いて、もう1試合あるんです。はい。長く感じたよ。だってオールスター休みないんだから出た、そうですね、出た選手はちょっと大変ですよね、うん、確かに。だからまあ1試合でいいよね。だからメジャーみたいに前日ファンも入れてホームラン競争だとか、いろんなイベントをやっといて、前夜祭やっといて、次の日試合っていう。あ、メジャーみたいな一発の方がなんかちょっと名誉がもっとありますね。2試合に分けるっていうのはさ、やっぱこうその収益を
まあ、オリンピック出る費用に使ったりだとか、はいはいはい、いろんなことでお金はかかると思う、はいはいはい、でも前日にイベントをやっとけば、はい、それでもやっぱりいっぱいになってくれるよ、はい、多分ね、はい、だからそういうことでいいんじゃないかなっていう、うん、だってメジャーであれだけの球団があって回ってくるのに何十年でかかるんだよ。いやメジャーはもう一試合のが回って巡ってくるって名誉ですもんね。本当に名誉ですよ。それだけ価値が感じられるよね、うん、なんかあちこちでやられるとさ、なんか価値がちょっとあれかなっていう、関連しちゃうかなっていう感じがするよね。すごいことですよ。でも日本で代表で選ばれてるみたいなもんですよね、はい、今年もどんな戦いが、どんな勝負があるか分かりませんけども、はい、なんで笑ってんの？お前ね、携帯時間で測ってんだったら、いや違う、僕お前出せっつ、僕のじゃないっすよ、回せばいいじゃない、お前まあでも、完璧です、完璧です、もういいからみたいな、お疲れ様。